のかな。え、かなめさんですか、ひょっとしてこのヒロンさんは。うん、混乱してます、八六二三さん。あ、そうですって。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ、ありがとうございました、ごめんなさいね。でもそっか、ね、残念だったね。そうですね、でもまあまた何かありますから。あ、やっぱりライオンなんですよね。あ、それライオンですって、かなめさん、ね、また可愛らしい写真をね、はい、次回の。そう、写真もそうだし、はい、今度またちょっと動いてるのもぜひ見てみたいなと思いますんで。はい、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、続きまして、はいはい、8623さんからの投稿です。うさぎの名前プリン、うん、自家製バジルを育てて、うん、プーちゃんにあげてみました。すごいじゃん、自家製バジル。100本出てるよ、本に。お願いします。はい、自家製バジル。あ、すごいじゃん。8623さん、これごめんなさいで、上に投稿者8632って書いてありますけど、間違いです。言わなきゃ分かんなかったかもしれないけど。バジル食べるんだ。記事で書いてある。あ、すごいすごい。美味しそうに食べますね。プーちゃんはプリンも食べるのかな。プリンはやらないでしょ、いくらなんでも。ねえ。ねえ。プリンはね。食べはね、あ、食べませんね、はい、失礼いたしました。そりゃそうだ、プリンが好きなのは86233さん、うん、プリン美味しいもんね。美味しいよ、それ、うん、あれは人間のやっぱり好物じゃない。うん、うん、うん、何どんどこどんどん食べてるって。お前ちゃんのパパ どうしてここで言ってんの。いや、さっきからずっと言ってるもん。あ、ずっと言ってんの。よっぽどやりたいな。ぜひここで来てやってくださいよ。生どんどこどもね。CM と一緒にして。せっかく正解した話。そうそう。せっかく正解した話。そりゃそうだ。はい。じゃあ、嫌だ。はい。まあいいや。行ってみましょう。次行きますよ。はい。はい。ですね。博多の白兎さん。あ、先週に続き。はい、先週に引き継ぎです。はい、いいですか？はい。原田明美さん、小島康則さん、こんばんは。今度は呼び捨てではないですよって、はい、前回は呼び捨てになって申し訳ございませんでした。投稿した後に気がつきどうすることもできませんでした。汗って書いてありますからね。大ちゃん、大福です。大福は大ちゃんですね、うんうん、ものをかじらず歯が伸びっぱなし、うん、おまけに不正光合もあるので、うんうん、歯並びも悪く、うん、1.5 ヶ月程度で病院に歯を切りに行きます。これはその時の、治療風景です。え、そうなんだ、うん、書いてある。怖そうに見えますが、我々の笑い声も入ってるくらい別段大したことはないんですよ。芸能人もウサギも歯が命ですねってことです。歯が命ですね。はい、で、あ、追伸ですね、はい、私がちょっとこの間ブログにコメントをさせていただいたので、うん、そのお礼をいただいてます。うん、カラーはルビーアンドではなく、うん、ルビーアイドだ。あ、アイドだったんだ、うん、はい、ということです。なので早速大ちゃんの歯を、はい、治療する場面見てみましょう、はい、お願いします、はい、あ、白い、うん、そうそう、こうやってね、うん、ピンクのタオルはどこも一緒なのかな。そうね、実はポアロもね、うん、歯はやってませんけど、検診に行ったらピンクの通りでした。ピンクが一番落ち着くんだよね。そうなの、わかんないけど。なんだそれ、先輩そんな口から。あ、結構、おお、あれは割り箸か、結構、おお、先生かっこいいじゃん。そう、先生イケメンってブログに書いてあったもん。これイタリア人か。いやいやいや、先生大体カメラ目線だったよ今。あれ持ってんのに。え、押さえてる方はひょっとして博多の白うさぎさんですか。でも本人見えないよね。え、だって後ろに看護婦さんいるけど、ちょっとお洋服が違う。
どっちなんだろう。おお。これって何、本人が抑えるの？いや、わかんない。飼い主が抑えるのこれ。違う、ちょっとわかんない。え？うん、削ってんだね、これ。あ、そっか、今日、あ、ここ入ってないからわかんないんだ。うん。そうだ、あ、そうだよね。カメラ持ってるもんね。すごいな。うわ、でも結構ご本人って、あのうさちゃん本人はケロッとしてるよ。ほら。こういうなんかぬいぐるみみたいなね。ねえ、だって全然動じてないけど。慣れたもんだ。慣れてるのかな。優しくね。ほらほら、全然放心状態かな、逆に。そんなことないよね。見てる方だけだよね、うわうわいとかもね。ねえ。先生も余裕だったよ、カメラ目線とかで。うん、なんで一回見たんだろう。わかんない。はい、終わりましたって。ああ、よかった。頑張りましたね。うん。ラビータさんとこまだって。え、2週間に1回だって。うわ、すごいですね。うわ、はい。はい。ありがとうございます。はい、ここで投稿の呼びかけです。うさぎのおめめでは視聴者様の皆様からうさぎの動画や写真を募集しています、はい、投稿希望の方はぜひ info@yytv.com までお送りください、はい、投稿の際にはペンネームとコメントを添えるのをお忘れなく、はい、また BGM をこちらで差し替える場合がありますので、はい、ご了承ください、はい、皆さんの投稿を待ちしております。はい、今日はスラスラ読めましたって。ほうほうパチパチパチ、はい。ボイちゃんのパパいくらかかるの？あ、2週間に1回カット。1回1500円ぐらい。なるほどね。まあでもね、はい、してあげんといかんしね。まあね、伸びちゃうからね。はい、はい、ということでですね、今日時間を見ますと、はい、ぴったしって感じかな。いい感じ。ようやったようやったっていうことで、今日もちょっと先輩、はい、呼んでみてください。あ、はい、いいですかね、いきますよ。はい、86233、はい、デビッドパパさん、はい、ユミシュウミさん、はい、お兄さん、はい、カナメさん、はい、ガジュウさん、はい、キノコさん、はい、デロンデロンさん、はい、ミチちゃん、はい、萌ちゃんのパパ、はい、リー様、はい、ルンママさん、はい、ジュミーさん、ジュミーさんかい、ジョニーさん、ミルーサさん、はい、ダピータさん、はい、以上です。ありがとうございます。それでですね、冒頭にもちょこっとだけお話ししたんですけど、はいはい、いよいよ来週からですね、皆様もあのお盆休みに多分入られるんではないかということでですね、はい、来週8月12日は、うん、番組1回ちょっとお休みをさせていただきますので、うん、次回はですね、うん、8月の19日の、うん、この時間は一緒です。8時からになります。はい、お願いします。はい、それからもう一個だけ、すいません、ちょっと話があっちこっち行きますけども、うん、告知です。はい、8月11日水曜日から8月23日月曜日までですね、あ、うん、今画面映ってます、うん、名古屋の松坂屋本店でですね、ピーターラビット展が開催されますので、うん、まあ、名古屋近辺の方、萌ちゃんのパパなどね、うん、ぜひ足を運んでください。足を運んでくださいということです、うん、はい、でちょっと話を戻しますが、はい、一応1週間空きますのでね、はいはい、皆さんまたどしどし動画をためにため、うんうん、ためにため、ためにため、はい、これぞっていうのをね、はい、ぜひ送っていただきたいなと思います。はい、お札ということです。あ、みちちゃん、はい、19日見れない寂しいって、まあそんな日もあるよ。あるよ。うん、大丈夫、はい、番組はずっと続きますから。はい、今日もありがとうございました。はい、いや、ありがとうございました。じゃあまた、再来週。再来週お会いしましょう。8月19日です。ありがとうございます。さよなら。